日本共産党歌声運動日本の歌声実行委員会日本の歌声実行委員会は1955年2月13日から1973年8月26日まで日本の歌声運動を統一的に推進するために存在した中央組織である。日本の歌声実行委員会委員長席官誌日本の歌声実行委員会の構成団体は中央合唱団 全国合唱団会議、音楽センター、地方ごとの歌声運動組織、競技会、三別の歌声協議会、全国各地の中心合唱団であった。毎年1回、日本の歌声祭典を企画実行する機関として、名称を実行委員会と定めた。東京都新宿の音楽センターを拠点とし、1955年に常設化された当初より、 中央合唱団の創始者、団長である、関関氏が委員長を務めた。1973年5月、関の死去に際して、後継の委員長は選出されず、同年8月の規約改正で、組織名称が日本の歌声全国協議会と改められた。新規約では、会の代表者の職名を、会長とし、実行委員長は廃止された。これにより、 日本の歌声実行委員会は消滅した。日本青年共産同盟中央音楽学院、みんなで歌を赤漢誌教室開校宣伝ポスター、日本の歌声実行委員会の声明日本の歌声実行委員会集団創作歌劇、沖縄パート不所管病史歌劇、沖縄全幕大本第一公病史。ありがとうございます。